ヘラ細胞、ヘラ細胞、ヒーラ細胞は人由来の最初の細胞株。インビトロでの細胞を用いる試験や研究に幅広く用いられている。1951年に子宮頸癌で亡くなった30代黒人女性の腫瘍病変から分離され、株化された。この細胞の名称は玄関者氏名、ヘンリエット・ラックスから命名された。 人子宮系癌由来の細胞であり、1951年にジョージ・オットウーイにより分離され、細胞株として確立された。動物の生きた細胞を実験室で培養する細胞培養、あるいは組織培養の技術は、19世紀のシドニー・リンガーによるカエル心臓の培養、1885年、ビルヘルム・ルーの鶏配信形設の培養など、組織レベルから始まった。 その後、1907年には、ロス・ハリソンのカエル神経細胞の培養に成功したことで、細胞レベルで行われるようになり、マウスなどの哺乳類を含め、様々な動物の細胞が培養されるようになった。しかし人由来の細胞を安定に、数週間程度培養し続けることには、多くの研究者が挑戦したにもかかわらず、ハリソンの実験以降の約50年間、誰も成功しなかった。 ジョージゲイは1940年にウィルトン・アールと共に世界初の株価細胞を安定して増殖を繰り返す細胞である L 細胞をマウスから作成することに成功した当時の細胞培養研究の大一人者であった彼もまた人細胞の培養に挑戦していたが1951年2月8日勤務していたジョンズ・ホプキンス病院で一つの 小さな病理切片を入手した。子宮頸癌で診察を受けたヘンリエット・ラックスのものであった。彼はこの切片から世界初となるヒト細胞株の培養に成功し、彼女の中からアルファベットに文字ずつを取ってヘラ細胞と名付けて発表した。この細胞は患者であるヘンリエット・ラックスに断りなく培養されたものであった。1950年代当時には、 切除された組織や外科手術、治療、診断中に得られた材料は医師及び、または医療検証のものであると考えられていたので、患者やその家族に対して説明し、同意を得る必要がなかったからである。このため、最初その細胞株は、ダックスの名前を隠すため、ヘレン・レインあるいは、ヘレン・ラーソンにちなんで命名されたとされていた。 ヘンリエット・ラックスは1951年10月4日に子宮頸癌でこの世を去ったが、彼女の子供がこの細胞のことを偶然知ったのは20年以上経ってからのことであった。この間にもヘラ細胞は様々な実験室で用いられ、また商業的にも扱われていたが、その利益の一部を彼女の家族が受けることもなかった。この問題は後に、 ジョン・ブーア対カリフォルニア大学の指導教授の訴訟が、カリフォルニア州最高裁判所に提訴された、際の参考事例とり、法廷は摘出された組織、細胞はその人のものではなく、商業的に扱って構わないと裁定した。ヘラ細胞は、境内培養されており、ヘラに由来するいくつかの株、ヘラ S3 など、もう存在する。これらを含めて、 すべてのヘラ細胞はラックスから切除された同じ腫瘍細胞の子孫である。これまでに世界中で培養されてきたヘラ細胞の塊の総形はヘンリエット・ラックスの体の残りの部分をはるかに量駕すると推定できる。ヘラ細胞は付着細胞であり、その形態は上皮様である。増殖能は高く、他のワン細胞と比較してもなお異常に急激な増殖を示す。 この増殖能の高さが、上時下が、ヘラ細胞の分離に成功し大きな理由であると考えられている。また他の樹立された、培養細胞株と同様、不死化しており、細胞分裂を無制限に繰り返すことが可能である。これらの特徴に加えて、ヘラ細胞は、足場ヒーゾン製増殖が可能である点や、特定の実験動物、公共線細胞処理ハムスター法袋で主要を、 形成することから、癌細胞としての性質を持つことが示されている。ヘラ細胞は、ヘンリエット・ラックスの子宮頸部の上皮細胞に感染し、癌の原因になった、ヒトパピローマウイルス18型の遺伝子の一部、L1、E6、E7 を含む領域が、細胞の染色体に組み込まれたことが、癌化の形質や不死化に関与していると考えられている。マウス由来の細胞などに、 HPV の E6、E7 遺伝子を遺伝子導入すると、細胞は不死化することが知られている。HPV18 の持つ E6 及び E7 と呼ばれるウイルス初期遺伝子、感染後早い段階で発現する遺伝子群には、それぞれ宿主細胞の細胞増殖を抑制的に制御する P53 タンパク質や RB タンパク質と結合して害する働きがある。 E6 タンパク質は P53 と結合して、指基鎮化を促進する活性があり、これによって、細胞内の P53 は分解される。E7 タンパク質は RB と結合する活性を持っており、転写因子 E2 階と RB との結合を阻害することによって E2 階が活性化され、細胞周期の停止した状態を解除する。これらの働きによって、 細胞周期チェックポイントの気候やアポトーシスが回避された結果、ヘラ細胞は無限増殖性を持った癌細胞としての性質を持っていると考えられている。一般に L 細胞の起源となった例のようにマウスなどの毛。春由来の細胞は比較的容易に不死化し、通常の培養過程で自発的に不死化することもあるが、これに対してヒト細胞は不死化しにくく。 HPVE6E7 だけでは不死化が起こらないケースも多い。ヘラ細胞ではこの機構に加えて他のワン細胞でもしばしば見られるようにテロメラーゼが活性化されており老化とその結果として起こる細胞死に関係があるとされるテロメアの前時的短縮を妨げている。これによってヘラ細胞はヘイフリック限界を回避している。ヘラ細胞は異数性であり 正常な人の染色体数とは異なる、それよりも多い染色体数を持つ。その染色体数には細胞ごとのばらつきが大きく、同じ系統に由来する細胞株であっても、その中には色々な染色体数を持った細胞が含まれている。例えば、代表的な細胞バンクであるアメリカンタイプカルチャーコレクションのヘラ細胞 CCL-2 株の場合、 染色体数分布は82を中心にして、ばらついており、12番染色体のコピーを4つ、6番、8番、17番の染色体のコピーをそれぞれ3つ持っている。この染色体の異数化は、細胞分裂時の異常、染色体不分離によって、一旦4倍体細胞が形成された後、それが細胞分裂を行う時に不均一化して生じることが示唆されている。 2013年にヘラ細胞のゲノムが解読され、正常細胞と比較して著しいエラーが生じていることが報告された。増殖性が高いため培養は容易である。ただし、細胞密度が高くなりすぎると、形質が変化したり細胞死を起こすことがある。多くの研究室で独立に、形大維持されている培養細胞には、研究室ごとに、 性質の違いを生じていることが見られる。ヘラ細胞は最も古い人培養細胞であるため、特にこのような違いが多いと言われている。このような問題を避けるため、必要に応じてエイティックなどの細胞バンクで維持されている蘇生の明らかな細胞株を入手して利用する。ヘラ細胞は人が無細胞のモデルとして、また最初に樹立された人細胞株であるため、 より一般的な人細胞のモデルとして多くの研究において利用された。ヘラ細胞はタバコ培養細胞との融合も可能なほど細胞融合が自由に行える細胞であることや色々いろいろな種類のウイルスに感受性であることからこれらの性質を利用した実験にも用いられる。1953年にはジョージ・ゲイラはポリオウイルスを ヘラ細胞に感染させて増殖させることが可能であることと、この感染によってヘラ細胞が死ぬことを利用して、カン全なポリオの診断法を開発した。また、1960年代には RNA の生合成や細胞内極剤に関する研究が、また1970年代には細胞融合を利用した細胞周期に関する研究が、 それぞれ主にヘラ細胞を用いて行われている。ヘラ細胞は極めて増殖性が高いため、同じ実験室で維持されている他の細胞に紛れ込んで汚染、コンタミネーションする場合がある。何人かの研究者がすでに確立された細胞株の同定と純度の試験を行ったが、この汚染の頻度がどの程度であるのかは不明である。 ヘラ細胞はダックスの子宮頸癌から生じたと信じられており、また癌細胞としての実験室的な特徴を示すことから一般的には癌細胞として扱われている。しかし一部の研究者は細胞株の分類上の議論をまだ続けている。無限に複製するその細胞の能力と人とは異なる。染色体数からリーマン・ベーレンはヘラ細胞を人間の体細胞とは 別種のヘリサイトがアートレディであると論争的に述べた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。